おりゃ。はい、これ一体何だと思いますか、このでかい箱。はい、今回はですね、株式会社ブルーティーパワー様からご提供いただきました最新型のポータブル電源 AC200L、 こちらを紹介していきたいと思います。まずはアンボックスですね、開封式。一体中に何が入っているか見せていきましょう。よっ。何それ、どすこい。うりゃ。うりゃ。どすこい。よっしゃ。はい、開封式完了しました。中に入ってたのは3つですね。これが本体、それから備品が入っているバッグですね、プラス保証書、説明書でしょうかね。じゃあ、まあ本体は後ほど詳しく説明するとして、一体どんな備品が入っているか中身を開いていってみましょう。こんな感じでね、バンドでひとまとめになってました。はい、じゃあまずはですね、こちらから紹介していきましょうか。このケーブル、これ100ボルトから充電するための充電ケーブルですね、100ボルト用。次にこちら見えるかな、12ボルトのシガーソケットから充電するときの、充電用のケーブルですね、シガーソケット用ですね、12ボルト。で、次にこれですね、ブルーティー製のソーラーパネルと組み合わせて充電することができます、その時のソーラーパネル用の、ケーブルです。そして最後これ、これ何かっていうと、実はブルーティーのもうエクストラバッテリーみたいなのを増設することができるんですね、このバッテリーって。連携するというか、連結するというか、その時に追加用のバッテリーとこの AC200L を接続するためのケーブル、全部でこの4種類のケーブルが中に同梱されてました。さあ、これで全て揃いました。今回ですね、このブルーティー AC200L、こちらを詳しく紹介していきたいと思います。今やポタ電なしでの車旅は考えられないってぐらいね、もう必須アイテムとなったポータブル電源ですが、やはり 2、3泊以上の車中泊となると、まあ、ある程度容量の大きなね、ポタ電の方がベストです。特にね、先日発生した能登地震のようなね、災害時には大容量のポタ電があると、まあ、安心につながるのでね、一家に一台あると理想的かもしれません。さて、今回は2024年の年末年始に、家族4人で行った8泊9日の東北スキー車中泊ね、この時にこのブルーティーの大容量ポタ電も一緒に連れて行きました。雪国ではキャンプ場はもちろんなんだけど、ほぼ全ての RV パークも冬季は閉鎖しちゃうんだよね。なので外部電源など取れない環境での長期車中泊っていうのは、やっぱね、大容量ポタ電っていうのはものすごい重宝しました。実際の車中泊旅でどれくらいの機器が使えて、どのぐらいの期間持つのかね、ここは一切忖度なくメリットもデメリットも全部紹介していきたいと思います。まず最初に、大容量ポタ電であるということは、当然その分本体サイズがでかい。ね。そして、すごく重いっていう物理的な条件を知る必要があります。まず本体サイズと重量がこちらです。横幅が42センチ、高さが 36.6 センチ、奥行き28センチ、そして重量が 28.3 キログラムってね。写真だけだとその重さまでは伝わりにくいと思うので、実際の車中泊のシーンをご覧ください。おりゃ、今回の新しい相棒はこちら、ブルーティー AC200L 最新ポータブルバッテリー、めちゃ重い、中に入れます。よくよくよくしょ、2048アッターは重量約30キロ、腰がやられる。よいしょ。はい、これね、こういうことなんですよ。力持ちな父ちゃんですらマジで運ぶの大変。
大容量で快適と安心を得るということは、それに比例してものすごく持ち運びが大変だということ。本体サイズもかなり大きくなるので、車内に常設できるスペースを確保するっていう必要もあります。まずはこれらをクリアできるかシミュレーションしてからね、検討されるのがいいのかなって思います。さっきね、災害時に備えてっていう話もしましたが、まあリアルな話ね、災害発生時にこの大きな重量のホタ電を持って避難できるかっていうと、もうぶっちゃけ無理です。でしょうね。だって重すぎるもん。なので我が家はこのホタ電をもう常時ハイエースの車内に置きっぱなしにしてます。そうすることで非常時も車で避難する際は、このポタデもね、一緒に迅速に避難できるようになるっていうふうに考えているんですね。というわけで、まあ、最初からね、デメリットみたいな話になりましたけども、昨今、大容量で高性能なポタデがすごく話題になってね、注目されていると思うんですけども、そもそも、あなたの車中泊とかライフスタイルに本当に必要なのか、決してね、安い買い物じゃないので、よく検討してから購入するといいと思います。はい、次はね、やっぱりこの高性能大容量ポタ電の素晴らしさっていうのをね、紹介しなくちゃですよね。池さん大絶賛のすっごい特徴5つを紹介していきたいと思います。やっぱ最大の特徴といったらこの大容量ですよ。一般的なポータブル電源ってだいたい500から700ワットアワーあたりがメジャーだと思うんだけど、ブルーティ AC200L は、まあ、これだけのね、大容量であれば、200以上の長期の車中泊でもう大活躍します。うちはね、これまで500ワットアワーのポタ電を常時3つ、用意してたんだけど、はっきりしてもうね、これ1台で十分になっちゃいますね。実際に8泊9日の車中泊の旅では、ポータブル冷蔵庫、それから炊飯器、パソコン、それからスマホとかゲームのね、充電とかフルフルに使って、だいたいね、6泊ぐらいまで無充電で使うことができたんですよ。これってすごくない？なんと 2048Wh もある大容量をわずか 1.5 時間でフル充電しちゃうっていうの、これめっちゃ驚き。しかもよくあるさ、こう別体式のさ、大きい充電器とか付属してくることあるじゃない？こういうのもなくて、ケーブル1本だけでそれができちゃうっていうのがマジで素晴らしい。旅先とかでね、ちょっと充電できるとかさ、電気 100V 取らせてもらいますよみたいなシチュエーションがあった時、わずか30分とかね、1時間ぐらいあるともう一回フル充電できちゃうっていうんだから、これやっぱね、長期で旅をする人にとってはめちゃめちゃ重宝するんですね、この超高速充電って。定格出力2000W。もうこれね、ほとんどの電化製品を車中泊で使えます。妻がこれで車中泊行ってもドライヤーが使えるとかって言って喜んでたんですけど、髪の毛乾かすためにこのバカでかいポタで持っていくわけじゃないんだぞってね、ビシッと言っておきました。まあなんでね、僕は車中泊に美顔器ね、持っていこうと思います。ちなみにね、消費電力の大きな電化製品っていうのはこんなのがあるんですけども、全部動きます。電子レンジ 1400W、アイロン 1400W、電気炊飯器 1300W、ハロゲンヒーター 1200W、電気ヒーター大体今 1000W、電気ポット 800W、電気カーペット760から 1000W っていう感じで、まあ、家にある家電製品ってもうほぼほぼ動いちゃうぐらいの出力持ってるって言うんだから、これマジすごい。さあ次はね、公式アプリを紹介したいと思うんですけども、この公式アプリで、まあ、遠隔の操作からね、それからいろんな設定がま、できるんだけど、その中からいくつかね、イケてる機能っていうのをね、紹介したいと思います。まずね、こちらの画面、今AC200L と Bluetooth で接続されています。この状態で、バッテリーの残量量とか、それから DC、AC のね、入力出力容量っていうのが見えるようになってたりとかね、様々な設定もこちらでできるようになってます。ここから設定できるんですけど、まずね、紹介したいのが、この充電モードってやつなんですよね。ここで、標準、静音、高速っていうのが選べるんですけど、もちろんこれね、高速にしますね。当たり前ですね。1.5 時間の高速充電ができるようになります。静音モードっていうのがあるので、これはまあ、赤ちゃんがいる家庭とかですかね、使うとしたら。で、次に、このグリッド自己適応モードっていうのがあるんですけど、一旦僕オンにしてますけど、これ何かっていうと、
これはね、AC の出力と入力周波数っていうのを、まあ、自動で合わせてくれるっていう機能です。50Hz の地域で充電すると、出力も 50Hz に合わせてくれるっていう機能なんです。エコーモードですね。エコーモード。はい。はい、これでね、何を設定できるかっていうと、今ね、10W、それからシャットアウト時間を4時間っていうふうに設定します。まずね、ここの AC、エコ出力設置っていうのを 10W にしてるのはね、最低電力が 10W 以下っていうのを設定しました。で、ここで、今度はね、シャットアウト時間を、まあ、例えば仮に1時間にするとしますね。そうすることで、この最低電力が 10W 以下で1時間続いたら、シャットダウンするっていうのを設定できるんですね。これ DC モードも一緒ですね。この今の設定の場合だと 5W 以下で1時間続いた場合は自動的にシャットダウンするっていう、そういう機能を、設定できます。これエコモードでした。で、次に、DC 入力元っていうのをね、紹介しますね。はい。これ何かっていうと、DC のね、入力が車のシガーソケットなのか、それともソーラーパネルかっていうのを設定するんだけど、ここをね、PV にしていると、多分なんだけど、シガーソケットで充電した時にヒューズ飛んじゃうと思うんだよね。なので、ここはね、オートにしておくといいんじゃないかなと思います。まあ、いろんな設定できるんですけど、改めて今回ね紹介するのはこれぐらいにしておきたいと思います。もっともっとね細かいいろんな設定できるんで、それはね購入された時に皆さんそれぞれ、調べるといいんじゃないかなと思います。でね、本体の詳細設定っていうのはもうアプリのみでの設定なので、これねアプリはね必ず入れておいた方がいいんじゃないかなと思います。以上アプリの紹介でした。最後の特徴はなんと寿命が10年もあるということ。バッテリーの充電サイクル寿命は3000回以上だそうです。毎日充電したとしても、まあ、約10年使えるっていうことで、まあ、古くなってもね、80% の性能はキープするそうです。まあ、さて、この寿命がね、本当かどうかっていうのは、10年経たないとわかんないんですよね、結局は。なんで、まあ、10年後にね、また再びレビューしたいと思います。多分、約束はしません。それではね、各ポートの紹介をしていきたいと思います。まずは電源を入れます。こちらです。ポチッとな。はい。すぐに起動しましたね。このような感じでモニターが、つきます。今残りは 28%。それで、両サイドにね、DC のインプットアウトプット、それから右側が、AC のインプットアウトプットということで、下の方には、使用できる残時間っていうのが表示されるようになってます。じゃあね、それぞれ紹介していきたいと思うんですが、まず AC200L は出力ポートがね、見ての通り豊富にあります。で、そのすべてにこういったね、ゴム製のカバーがついてるんですね。これってキャンプとかイベントとかで屋外で使用することを想定しているので、砂ぼこりとかね、それから小雨から守るためについてるみたいですね。はい、じゃあまずは AC ですね。いわゆる 100V のコンセントタイプね。これ。これがまあ1、2、3、4つついてますと。ね。で、ここ。これ珍しいタイプが1つついてるんですよ。同じく 100V なんですけども、こういうね、3ピンタイプのポートもついてます。これ必要かというとあんまり使わないんだけども、これが必要な人にはものすごい重宝するんじゃないかなって思いますね。次にね、DC ですね。ここです。まずね、いわゆるシガーソケットプラグね、これ。見えるかな？で、ここもね、珍しいんですけど、こちら、じゃん。これ。これね、48V 3ピンっていうね、キャンピングカー用の珍しい、ポートもついてます。そして、USB ですね。両脇に USB-C100W ですね。USB-C100W がついてます。で、真ん中に、このタイプ A のポートが2つですね。5V 3アンペアなんですけど、これね、一つね、ブルティさんに言いたいことがあります。やっぱね、タイプ A のポートって、もっとね、欲しい。最低でもね、4つは欲しい。未だにね、いろんなケーブルの多くがタイプ A のものって多いので、まだまだね、使用頻度高いから、このね、タイプ A のポートはやっぱ4つは欲しいですね。まあ、でも、
すごくね、豊富にあるので、使い勝手はいいです。で、これらを使うためには、ここにあるね、各ボタンを押すことで、電力が流れるようになってます。DC、USB、AC って感じですね。すると、小窓の方にもね、そこが表示されるようになってます。はい。次は、側面にあります、入力ポートの紹介ですね。これも、防塵防滴仕様になっているので、すべてのポートにね、こういったカバーがついてます。はい。まずこれね、ここが回して開けると、AC のね、充電用のポートですね。で、このその上がですね、こちら。これが、DC のね、ソーラーパネルのから充電するときに使うやつなんですけど、これすごいのがね、最大 145V に対応してるってことなんだよね。すごいね、大容量のソーラーパネルにも対応してるっていうので、これあんまりね、見たことないんじゃないかなと思います。最後に右上のこれですね。こちら。これがね、バッテリーを拡張するためのポートで最大約 8000Wh まで増設できるんですって、ここにつなげることで。はい、これがね、入力ポートになります。以上、入出力のポートの紹介ですけども、このポタ電はなんせ重たいので、置くときはこのね、左側のポートに差し込みをしやすい場所にね、置くといいんじゃないかなと思います。安全性っていうのはね、もうすごい大事です。なんでかっていうと、車中泊で使うっていうことは、まあ、狭いね、車内、車の中で使用するからですね。その上でこの AC200L は、リン酸鉄リチウム電池っていうのを採用しているので、そもそもね、有毒ガス発生などのリスクがないんですね。その上に BMS 内蔵なんで、BMS っていうのはバッテリーマネジメントシステムっていうんだけども、これ内蔵なので、発火とかね、爆発のリスクも、未然に防いでくれる。総合的にね、安心して使えると思います。この BMS の機能をいくつか紹介しますけども、高温保護、それから過電圧保護ね、そして低電圧保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、放電低温度保護、そして過保護。というわけで、いろんなことをね、防いでくれる。BMS 内蔵なんでね、めちゃくちゃ安心。で、さらに、各国の安全基準っていうのもね、クリアしているので、これまためっちゃ安心と。やっぱね、この大容量のポータブル電源って非常に高額な製品なので、サポート体制っていうのもしっかり していてほしいじゃないですか。そういう意味ではね、まずね、日本人スタッフによる電話とお問い合わせフォーム、メール、でね、カスタマーサポートっていうのが受けられます。そして、気になる製品保証。なんとこれね、5年すっごい長い。これまで、だいたいどの製品も2年保証だったんだよね。これがね、5年になるってことで、長期保証になったってことで、もうね、すっごい安心できます。さあ次はですね、この冬に8泊9日の東北スキー車中泊。これでね、この AC200L を使ってみて、まあ、実際どれぐらい使えるかっていうのを検証したので、ぜひね、参考にしてもらえると嬉しいなと思います。まず、この旅で、ポター電を使用した家電っていうのが次の通りです。ポータブル冷蔵庫。これの定格出力が 45W から 60W。炊飯器、240W。で、パソコンの充電とか、スマホの充電とか、それから子供のね、ゲーム、スイッチの充電。これぐらいに絞ってね、使うようにしました。で、暖房はね、トレーラーについている FF ヒーターだけでも十分暖かかったっていうか暑すぎたぐらいなので、電気毛布はね、今回使わなかったので、電気毛布は入ってません。今回は主に、キャンピングトレーラーで使用するポータブル冷蔵庫をメインにして、その他はね、さっき言ったスマホとかね、デバイスの充電だけに使いました。ポータブル冷蔵庫は基本移動中は、車のバッテリーから給電して、で、夕方、車中泊スポットに到着したら、トレーラーに移動して、そんで朝まで、この AC200L で給電するっていう使い方をしました。これね、すごく、リアルな話なんだけど、キャンピングトレーラーで旅をすると、マジで飲食店に入れないんですね。理由は、駐車スペースがないからです。なので、もう必然的に、毎晩車中飯になってしまうんですよね。なので、冷蔵庫への給電、っていうのがもうね、超重要になりました。
なんせ食材を常にね、キープしてなきゃいけなかったんでね。うちが使っているのは、スメリティっていうメーカーの30リットルタイプの、冷蔵庫ですね。定格出力は45ワットから60ワットです。で、ポータブル冷蔵庫ってみんなそうなんだけど、その設定温度に達すると、消費電力ってまあ10ワットぐらいまでね、ぐっと下がるので、長時間使用しても結構省エネで使えるんですよね。で、この夜から使い始めて、初日はね、約21時間使用しました。はい、2日目ですね。この時点でポタ電の残量は 81%。1日でまあ約 20% 弱のね、消費なので、この分だと5日はいけそうかなっていう感じでしたね。で、2日目。この日はね、約22時間使用しました。この3日目の時点での残量は 68% でした。ということは、前の晩からね、たった 13% しか消費してないですね。これは冷蔵庫の温度が安定していたから、まあ、消費が少なかったんだと思います。で、この日はね、さらにその 240W の炊飯器っていうのも使用しました。で、使用時間は約17時間でした。4日目、いろんなのをね、撮影し忘れちゃったんで、使用量とか不明です。まあ、大体ね、同じく20時間ぐらいね、使いました。5日目の時点で残量が 46%。っていうことは、2日間で約40時間使用したのに、たった 22% しか消費してないですね。さらに、この日の夜から、翌日の午後まで約18時間使って、6日目の計測時の残量が 37% でした。この日の消費量は、たったの 9% っていうことになります。ということで、これまで5日間ね、使用した1日の平均消費電力っていうのは、約 240Wh という結果になりました。さて、6日目なんですけども、この日の夜は、雪国でもね、珍しく、冬季でも、冬の間でもね、オープンしているっていうね、RV パークを利用させてもらったんですね。なので、そこで 100V を取らせてもらっちゃったので、充電することにしました。ちなみに、この時、残量が 37% からの充電だったんで、もうね、1時間もかからないで、またフル充電までね、できちゃいました。超高速充電機能っていう、こういう時に本当役に立つわけですよ。で、まあ、その後ね、7泊目、8泊目っていう風に2日間旅を続けるんですけども、まあ、当然フル充電の状態から使ってたんで、結構いろんなのに使いましたけども、余裕で、電気をね、使うことができました。さあ、というわけで、今回の旅で、このね、AC200L の検証結果をね、発表したいと思います。まずね、冷蔵庫、炊飯器、PC、スマホ、スイッチなどの充電に使用して、1日の平均使用量は、だいたい 12% から 13%。8泊9日の車中泊では、途中で充電せずにギリギリ使用できるっていう電気容量になりますね。まあ、6日目で充電しちゃったんで、定かではないんですけども、あのペースで使っていったのであれば、間違いなくね、一回も充電しなくても、この8泊9日の車中泊は、1台のポータブル電源だけで賄えたと思います。でね、これに例えばなんだけど、電気毛布をね、使った場合ね、1時間あたりの、ま、消費電力が 75W だったとすると、約ね、525Wh を1日使うというふうに想定して、だいたい2泊から3泊でポータブル電源の全容量をね、消費してしまうであろうっていう計算になるかと思います。やっぱりね、その熱を発する器具っていうのを使うと、どうしてもやっぱ消費量が大きいので、たとえ 2048Wh の大容量ポタ電を持って歩いたとしても、まあ、3日が、限界かなっていう感じですかね。はい、というわけで、まあ、家族での長期車中泊には、まあ、これ1台で十分な容量だっていうのがね、わかりました。さらに、まあ、途中でチャージすることができるんだったら、もうね、無敵ですね。やっぱね、2048Wh もある大容量ポタ電は、すっごい役に立つなっていうのが、今回の検証で実感できましたね。これがね、夏の車中泊だった場合、折りたたみのソーラーパネルとかね、あると、その停車してる時とかね、遊んでる時とか、そういう時間を使って、こまめに充電もできるので、もっと安心ですよね。あとは、シガーソケットからも充電は取れるので、今回やらなかったんですけども、移動してる時とかの走行中には、シガーソケットから充電を取る。
ほんで、天気のいいね、日に停車してるとき、止まってるときとかは、そのポタ電で充電するとかっていうことをすることで、常にね、チャージしておくことができると、もっともっと安心して長期の車中泊旅もできるんじゃないかなと思います。最後はね、このポタ電の定額出力2000ワットで、どのぐらいのまあ家電が使用できるかっていうのを検証してみたので、ぜひね、参考にしてもらえるといいなと思います。まずはドライヤー。出力は1158ワットですね。まあ余裕で使えました。電気ポット。これがね、出力だいたい1200ワットですよね。で、もちろんね、問題なく使えます。まあ、サクッとね、カップラーメンとか食べたくなった時とかにね、めっちゃ便利じゃないかなと思います。次に電子レンジね。うちの電子レンジの出力は1123ワットってことで、余裕で使えます。これね、車中泊で電子レンジが使えると、もう食のバリエーションがね、もう激増するんですね。なんで、やっぱね、本当にね、便利だと思います。まあ実際ね、このでっかいポタ電と、さらに大きい電子レンジ両方持っていくってなると、どうかなっていうのはあるんですけども、あったら、マジでね、便利、電子レンジ。そしてね、セラミックファンヒーターなんかも試してみました。こいつがね、まあ一番電力を食うんですけど、出力は強で、1246ワットってことですね。これね、ポタ電で使うかって言われたら、もう絶対に使わないんだけど、一応試してみました。まあやっぱね、熱、さっきも言った通り、発熱する器具を使うってことは、ものすごい、電力消費しますんで、よく考えてね、使われるといいと思います。はい、最後まとめます。やはりね、3泊以上の車中泊の旅に出るんだったら、大容量ポタ電は、すっごい役に立つなっていうのがね、今回の旅で実証されました。で、使い方にもよるんですけども、1台のポタ電で、8日間ね、8日間も、カバーできるっていうのはね、本当にね、すごかったし、もうマジで便利だなっていうふうに思いました。さらに、この AC200L は、別売りの拡張バッテリーっていうのを使うことで、最大8192ワットアワーまで拡張できるんですって。もうね、車中泊最強。さて、ここからはね、完全に僕個人の意見としてお話ししたいと思うんですが、じゃあね、このクラスの大容量ポータブル電源、これね、本当に便利かっていうと、そうではないっていうふうに僕は思ってるんですね。なんでかっていうと、理由はね、やっぱりね、本体がでかすぎるっていうのと、やっぱりね、重すぎるっていう問題なんだよね。狭い車内でね、秘密基地的に車中泊を楽しむ人にとっては、とにかく大きすぎて、やっぱね、すごい場所を食っちゃうんだよね。さらにね、やっぱね、この約30キロっていう重量っていうのは、ちょっと移動するのにもう、マジで苦労します。僕ですら持ち上げるのにもフルパワー使うんですね。なので、か細いレディーの腕で持ち上げることっていうのはもう到底不可能かなっていう感じなんですよ。そうまでしてでも2048ワットアワーが必要かって言われると、ちょっと疑問に感じるかなっていうところなんですね。なので僕としては、まあ容量がね、1000ワットアワーぐらいのポタ電を2台所有するっていうのが、まあどんなスタイルの車中泊でもベストな組み合わせじゃないかなっていうふうに考えました。もちろん、そもそも本体がね、コンパクトになって軽くなって持ち運びがしやすくなるっていうことと、まあそれによってね、別々の場所に運んで、それぞれの場所で使用できるっていうこともできるんですよね。なんでね、もう圧倒的にね、利便性が上がります。やっぱりね、名称がポータブルである以上、その特性を生かした使い方ができるっていうことが重要なのかなっていうふうに思いました。我が家はキャンピングトレーラーっていうね、広い居住性があったからこそ、このサイズのポタ電でも置き場所に困らなかったし、快適にね、使うことができたっていうことでした。その辺の現実面も考慮して、大容量ポタ電っていうのを選んでみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。以上、ブルーティー様からご提供いただきました、最新の大容量ポタ電 AC200L のレビューでした。ではまた、バイ。